能力コアスイッチ。皆さんこんにちは。本日のテーマは自分を好きになる方法5選ということで見ていきたいと思います。自分のことを胸張って好きって言える人は案外少ないんじゃないですか。でも大丈夫、この動画を見てくれた皆さんはきっとこの動画を見た後自分のことを好きになる方法がわかるはずです。では早速見ていきましょう。1つ目、新しいことにチャレンジしてみましょう。よし、今度のフルマラソンにチャレンジするぞ。今日は朝からランニングして体力をつけないと。新しいことにチャレンジしている自分ってかっこいいよな。朝のランニング気持ちいいし最高。新しいことにチャレンジすると新しい自分を見つけられたり、新しい人と出会えたり、いいことばかりですよ。だから人から何か誘われたらどんなことでも OK して、新しいことにどんどんチャレンジしていきましょう。でも何でもいいってわけじゃないですよ。悪い誘いは絶対断ってくださいね。何もチャレンジしないっていうことは自分の世界が狭いってことです。でも誘われたらどんなことでもとりあえずやってみるというスタンスでいると、いろんなことを経験できますよ。そうするとこれってやったことないし嫌だと思っていたけど、やってみると結構楽しかったり、好きかもって新しい自分を見つけられることになりますよね。新しいことをするということは自分のことを好きになれるチャンスに変わるかもしれませんよ。ぜひやってみてください。2つ目は、自分の意見を大切にしてみてください。僕は違う意見があるんだけど、この空気だとなんか言いづらいな、反対されるかもしれないし、このまま長谷川くんの意見が採用されそうだしね、僕の意見は言っても無視されそうだから言わなくてもいいかな。このように自分の意見を大切にせず、主張せず、自分の中に溜めていくと、それが負の感情になってしまいます。自分の意見なんてダメな意見なんだから、結果言っても言わなくても同じだろう、むしろ言わない方がいいんじゃないか、自分なんて能力はないから発言しない方がいいとか、どんどん自分が嫌になっていきますよ。そういう経験ありませんか？私は少なくともありますよ。そうすると自分を嫌いになってしまいます。皆さんすみません、僕長谷川くんの意見とは違うんですけど、次のおにぎりフェスタのメインおにぎりの具はハッピーターンを入れるのはどうでしょうか。米と米が原材料のお菓子のコラボって面白いと思うんですよね。皆さんどうですか？子供受けすると思うんですよね。そうですよ。これでいいんです。皆さん、どんなとっぴな意見だったとしても、それを外に出して主張しないと意味ないんですよ。だから反対されるとか否定されるとか気にせずに、自分の意見を大切にしましょう。それは自分のことを大切にするってことと同じことなんです。そうすると自分のことを好きになれると思いますよ。やってみてくださいね。3つ目は、逃げないで立ち向かおうです。皆さんどうですか？逃げない立ち向かっていますか？私はもちろん立ち向かっていますよ。なんと言ったって私のライバルはブライサイドジャパンでありネタ三昧です。彼らを超えるのが私の目標です。だから皆さん、ぜひチャンネル登録と高評価お願いしますよ。たくさん見てね。もうすぐ頂上だ、登り切るぞ。やっぱり目標達成するって気持ちがいいな。自分のことを誇りに思う。あの時逃げなくてよかったよ。逃げずに立ち向かうことでこういう達成感が味わうことができるんだもんね。そうすると自分のこと好きになれますよ。うん、彼はいい顔をして山登りしていますね。でも服装見てください。怪我しやすい格好をして山に登らないくださいね。崖から落ちたら死んでしまうでしょう。まあ、彼のことはどうでもいいです。人は逃げずに立ち向かい、それを達成することで、とてもいい顔になることができます。逆に嫌なことから逃げてしまうと、そんなに逃げてしまった自分のことを自分で責めてしまいます。なんて自分はダメな人間なんだって思ってしまうんですよ。皆さんどうですか？そう思ったことありますよね。私はあります。そうすると自分のことを嫌いになってしまいます。4つ目は、人のせいせずに自分のせいにしましょう。これできるとかっこいいんですよ。では見ていきましょう。長谷川くん、それは僕のせいじゃないですよ。僕は悪くないんです。悪いのは山中くんなんですよ。僕は正しいことをしました。皆さんの周りにはこういう人のせいにする人っていますか？案外いると思うんですけどね。私の周りには少なからずいるかな。自分は恥をかきたくないから自分の失敗じゃないって言い張っていますが、失敗するよりも人のせいにすることの方がかっこ悪いし情けないことなんですよ。そして本人も人のせいにしちゃったって落ち込んでいますよ。彼もきっと今落ち込んでいるはずです。失敗は自分のせいだって、失敗の責任を引き受けることって結構難しいし、勇気ある行動なんですよ。
できたらかっこいいですけどね。ですから、こういう風に、人のせいにするではなく、私の責任ですと言える自分になってください。言える人になってください。そうすると、自分のことを好きになるはずですよ。最後は、言い訳しないようにしよう。これ見ていきましょう。いよいよ明日、おにぎりフェスタの本番か？緊張するな。なんか行きたくないんだよな。あ、そうだ。前コーヒーをガブ飲みした時気持ち悪くなったから、それを言い訳にしよう。だからあえてコーヒー飲むぞ。だから明日休もう。うい。皆さんも何かしらの言い訳ってしたことありますか？会社に行きたくないからお腹痛いとか体調悪いとか言い訳をして、その嫌なことから逃げちゃってるんですよ。こういうことをしてしまうと、後々とても後悔してしまいますよね。だから言い訳せずに素直になりましょう。言い訳して休んでその後パチンコ行って負けたら仕事行った方が良かったなんてこともあるでしょう。だから良くないんです。嫌だったら嫌ってはっきり言えばいいんです。そうすることで相手と一緒に解決策を相談できますし、自分の気持ちに素直になることで自分のことを嫌いにならないんです。言い訳しないことで自分のことを好きになることができますよ。ぜひチャンネル登録高評価お願いいたします。乗り越えスイッチでは皆さんが人生の荒波を乗り越えられるようお手伝いさせていただきます。